はい、ということでこんな状況からだけど急ぎましょう。パパッと片付けちゃいましょう。アソシエから脱出せよっていうクエストだったんで、ほらあと6分以内にアソシエを目指さなきゃいけないんで、まず来た道を戻る感じか。画面がちっちゃくてすごく見づらいんで、まずまず上に上がらなきゃダメだから。これでもこういう剣でもそんな難しくないんだよな多分ね。あれジャンプどういったっけ、あれジャンプでやったか、これか。危ねえ、マジでジャンプなくて本当にどう忘れちゃう。一回閉じるか。なんか敵いるな、あえて奥に。誰だ、うわーなんかでっかくて怖い顔の岩が当選としてるよ。爆弾岩じゃないよね。このままじゃ先に進めないわね。早くやっつけなくちゃ。怖っ。見ろよ、倒すのボス。後ろからも魔物がお出ましたぜ。もう急いでるのに、パパッといっぺんにやっつけちゃいましょう。どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。おりゃ超当たらん。まだらな、敵来てんのか。これで軽く足跡いけばいいだろう。急ごう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 。うわこれ登るパターンですか。この登る系場所はこの場所だけみたいだ。うん、敵は基本無視していくよ。にゃー落石でガス。よし任せて、私が蹴り飛ばしてあげるわ。全部蹴り飛ばしていたらキリがないぞ。うまく避けつつ先に進むんだ。落石なんか、あいた、言おうとした自分が来たわ。登れないか、ギリギリ登れちゃったよ、アハハみたいなのがあったら面白かったんだけど。ああまたいるよこいつ。おーおりゃ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 、急げ急げ急げ、よし行った。急げ急げ。気のせいでしょうか、揺れが激しくなっているような。それはなってるでしょう。残念ながら気のせいじゃないわ。大丈夫かな、グズグズしてると島と一緒にバラバラよ。痛い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 。やばいな、これ間に合うかこれ。危な、これいけるか。いや多分大丈夫だと思うけど。すごい揺れですわ、今にも島が沈んでしまいそう。絶対絶命ってやつでげすね。とにかくバトシエ目指して急ぐでガスよ。いやこれは多分いけるべ、急いでは分かってんだけど。みんな、多分バトシエはもうすぐよ、急ぎましょう。よーし、また岩が邪魔してるな。全速力で駆け足。なんだこの隙間お前いけるだろ、この隙間なんだ、この隙間お前いけんの。うわー突然の登場。わかりました、おりゃおりゃおりゃ、よしよし、岩が早く離せない。よいしょ、勝ったこの岩。よいしょ、え、でも勝ったくね、終わった。よし、主人公は一番歩くのは早いからな。一時マップ拡大せんで、これ俺がやってないから、マップゲームがやってないからって。よし、ここでこれひたすら切るしかないでしょ、これ。わかりました。おりゃマヒャドでちょっと頭を冷やせ、効かないですか。なんで曲変わったしね。今まで何枚なかったツケが回ってきたぞ、ここに今になって。うーん、急ぎ急ぎ急ぎ、いだいだいだ、やべ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 、ツケが回ってきた。これ
もうこのやつは無視して、バックダイヤもお前手が強化してどうすんだよ。俺の強化と強化してくれよ。もう無視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 これキッズ、いやでももう終わりだよ。私エダン、もうすぐだよ。ああこれさ、オープニングであったやつ。ちょっとここまで来てこんなのあり？本当だよ。には返してもらえないみたい。かといって今さら戻るわけにもいかないわよ。おせんかい。これってものすごくまずい状況よね。イエス。どうすればいいと思う？とても不本意だが、今俺たちに残された作戦はこれだけだ。いいか、よく聞けよ。え？この状況でもまさか長いやつ。全力でこいつを叩きのめす。以上だ。レッツゴー。行こう行こう。あとは続けるか。一本横の方は画質落ちるかもしれないが、すまんそう。うわー、迫力満点。またボス戦かよと思うけどね。なんかワニの皮みたい。キングヒーローでしょ。邪悪なる伝説の魔物だって撃ったぞこいつ。で首切んのこいつ。首切れる。なんてやつだ。まるで答えていないぞ。普通に戦っても拉致が開かないわね。何か顔を切りまくるしかない。いい方法はないのかしら。あと魔物が降ってきた。なんでやねん。なんで降ってくんの。岩と一緒に何か降ってきたよ。爆弾よね。困ったわね。何か方法を考えないと。ダメだ。あの岩のような魔物、確か爆発するのよね。そうだよ。爆発の威力を利用すれば、もしかするとキングヒドラも。どうやってやるの？ここに当てる。あ、バカ野郎。おお。いった。今のはガッツリ聞いたみたいですね。これよ。なるほどね。この方法しかないわ。どんどんぶつけてやりましょう。なんか攻撃が効いてるみたいですよ。ちょっといい。この調子で行けば島が沈む前になんとかやっつけられそうでガス。どういう。一応でもジャンプして頭切るだけでもいけるんだけど、どうやって当てるって。当てるってしてもさ、ゴーレアいけ。当たって行った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 。よし行った。嘘、当たってるぞ今の。あ、こういう時に当てるのか。だからそのために取ったらダメなのか。バカ野郎、アゴの下に行けば関係ないんだけどさ。おりゃおりゃ、テンション上げとこ。これよいしょ。おりゃおりゃ、ちょっと息吸い込んでくれないかな。おりゃおりゃ、ジャンプして切るしかないんだよな、方法が。どこ行ってる？おりゃ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 。これ切れるか？いけるかこれ。おりゃ、あー、ギリ当たるんだ。あ、来た、これかな。この時にこれを出して、あ、飲み込ませんの。あ、そういうこと。飲むんだこいつ、アホやな。ただのバカやな。これただのアホやん。これこういう時にさ、マーニャがいたらさ、すげえ楽なんだろうね多分。痛いな。一発撃ってみよう試しに。おう、
食べた。よし、ゴンとガーン。よし、終わったべもこれで。よし、終わった。よーし、イエス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 。こんな難しくないな。さすがなこいつをヨガに落ちたらダメなんだ。足が。やだ、嘘でしょ。苦労して魔物を追っ払ったっていうのに進めなくなっちゃったじゃない。大丈夫。このくらい橋がなくたって案外乗り越えられるかもしれないわ。よし、見ててね。姫様、おやめください。さすがに無茶です。うわあ、なんか待て的。ねえ、他に方法はないのかしら。バトシエをこっちに呼べないの？さっきからやってみてはいるんだけど、ダメみたい。不思議な力に遮られて通信も繋がらないのよ。こんな時こそ、あんたの完璧な作戦の出番よ。ね、ね、何か思いついてるんでしょ？プレッシャーを。ああ、考えてる。と言いたいところだが、今回ばかりは完璧にまずい状況だ。だがきっと何か手立てがあるはず。万事休すなのか。いやよ、まだ大金持ちにもなってないし、玉の輿にも乗ってないのよ。何か助かる手立ては。お、あるでガス。助かるでガスよ。みんな見て、あれは新潮レキス。私たちの世界で一緒に戦った神の鳥よ。冒頭だけだよね。オープニングだよね、これもね。やばい、水のグラフィックめっちゃ綺麗。ああ、やっとこれで戻ってこれたか。ふぅ。おう。ありがとうございます。本当に助かっちゃいました。言葉わかんない。礼には及びません。あなた方はこの世界を救える唯一の希望なのですから。喋った。私は無数の世界を旅する者。うさ耳みたいな。次元を渡り、いくつもの世界を守る者です。この世界にできた次元の歪みが他の世界に悪い影響を与えていました。私はその根源を断つべくやってきたのです。あなた方はヘルムードを倒し、次元の裂け目を塞いでくれました。ですが闇竜は復活してしまいました。光の腕輪も見つかっていません。状況はすこぶる悪いと言っていいでしょう。そうかもしれません。ですがあなた方はまだ希望を捨てていませんね。その通りです。私全然負ける気がしません。みんなが、信じられる仲間がこんなにいてくれるんだもの。悩んですよ、顔。それに完璧な作戦だってあるのよね。ああ、もちろんだ。お前はいつも最後まで聞かないけどな。ちゃんと聞くようにするわ。あんまり長くなかったらね。光の子らよ、そして英雄たちよ、皆の勇気と力を束ねて世界に調和をもたらすのです。ウィース。この白いのは何なんだろうね。妖精かなんかなのかな。リンプ。やべえよ、録画時間やべえよ。乗組員さすが。ああ、ね、ほうほう、分かったわ。とりあえず一回カットします。カット。はい、ということで、すげえ中途半端だけどしょうがないんだよね。
ディルク様。もう。おお。無人となった城下町でシャムダンを迎え撃つと。すごい。さすがですね。城下町は。よし。そうね。よし。もうクライマックスだね。すっげえ中途半端で終わっちゃったけど、まあしょうがないで、もう今勝負を手に入れたんで、もうあとこれでラストだね。もう、ね、おめでとうございます。これでもうラストだね。またいらしてね。はい、ちょっと時間余ったからけど、スキルポイントは結構あるんだよな。まあとりあえず今回はここまでという、ちょっと多分次回スキル振っておきます。多分それは報告するんで、はい、ということでここまで。途中変なところで切れてしまいましたが、すいません。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。